にちは、ボディメイクトレーナーの高塚ゆかりです。今日もよろしくお願いします。今日はね、運動についてのお話をしたいと思います。で、皆さん運動不足で運動しなくっちゃと思った時に何を思いついてされるでしょうか。大体ね、そういう質問するとお答えになるナンバーワンの答えがウォーキングしますって言われます。で、外を1時間ぐらい歩きたいと思いますみたいなことを言われるんですけど、まあ、それはそれでね、素晴らしいなというふうに思うんですけれども、50歳ぐらいになってくるとですね、体力がですね、だんだんなくなってきます。ただ気持ちだけは若いんですよ。だからできるつもりでやるとだいたい膝腰がどっか痛くなってきます。で、やってる時はいいんですけど、2、3時してからおかしいな、なんか痛くなってきたみたいなこともなるので、もし1時間ウォーキングするっていう方は20分、そして次の日は30分っていうふうにちょっとずつ伸ばしていってください。急にやるとあちこち痛くなります。それがポイントになります。で、私は、まあ、ウォーキング大好きなんですけど、自分の基本運動をやるって言った場合は筋トレにしています。で、1日にやる筋トレはだいたい10分あるかなくらいです。10分ぐらいの筋トレを毎日やる、それを自分の運動だと思っていて、その他も散歩に行きたいときは行くんだけど、その散歩に行かなきゃならないっていうふうになかなかそういうふうに思わないようにしてるんですね。なぜかっていうと、本当にね、50過ぎてくると筋肉がね、ぷよぷよになってくるんです。もう全然若い時と違うんですよね。なので有酸素運動よりは筋トレをきちんとやって、自分の体、骨をきちんと保っておける筋肉をつけておく、こちらがすごく大事で、なぜかっていうと、この体の筋肉がなくなればどんどん姿勢が悪くなって、姿勢が悪くなれば、この姿勢の悪くなった部分ですね、負担が来るところがありますね。こう猫背になったりとか腰が曲がったりとかすれば痛くなってくるところがあるわけです。ですので、そういうふうにならないようにしっかりと自分の筋肉で骨をこう支えれる、そういう筋トレをしてほしいなっていうふうに思っています。 YouTube の方でね、たくさんの動画アップしてありますので、ぜひ見ていただいて、1日1個でも2個でもいいのでやってもらったらいいかなと思います。ぜひ筋トレやってみてくださいね。今日はこれで終わりです。